出光万病へは、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。スポーツキャスターの出光系は孫にあたる。福岡県宗形市出身。地主、出光勝平の産卵として生まれる。旧正東地区中学を経て、1905年11月、海軍兵学校を卒業し、1906年12月に、海軍将尉任官。 海軍水雷学校高等科を優等で卒業し、第一艦隊参謀などを経て、1916年11月、海軍大学校を卒業。以後、水雷学校教官、イギリス駐在、軍令部第一班、第二課参謀、県参謀本部員、軍令部、第二班第四課長、旧艦艦、野島艦長、玉艦長、海軍省人事局第一課長、 八雲艦長、早くじら艦長、海軍通信学校教頭などを歴任し、1930年12月、海軍少将に進級、自重部官に就任した。在職中、軍縮会議以降宮中に懸念を持たれていた、加藤幹事と談判に及び、加藤に今後慎重な行動を取るよう約束させ、内大臣の牧野信明はイデ光に信頼を寄せていた。 以後第一潜水船隊司令官などを経て、1935年11月に海軍中将となった。その後、海兵校長、舞鶴陽光部司令官などを務め、1939年3月、予備役に編入された。戦後、海軍将校のため、当職追放となった。ありがとうございます。